この飲み屋横丁いいですね。大体朝8時半にこの生放送終わるでしょ。終わった後に飲む、まあこのビールがうまいんですよね。TBS のすぐ近くにもう24時間やってるね焼肉屋さんとかありますでしょ。本当に観光客1観光客2観光客3と書いてある。おなじみ有楽町ガード下です。まず観光客1を見てみましょう。おお、フランス系じゃないかな。北欧系かな。観光客の2を見てみましょう。おお、つぶらな瞳。これはアルゲリア系ですか。観光客の3、何お父さん嬉しそうな顔してるの。おお、男性でした。ちなみにこの方も外国の方でした。お寿司の盛り合わせが生ビールですよね。要するに今日目をつけたのは、実は外国からのお客様、日本のナイトライフを PR しようじゃないか。ナイトライフはこれが有楽町ガード下、この PR のやり方なんですけど、見てください。とてもいいサービスですよね。こういう場所は知らなかったし、日本人が何を食べたり飲んだりしているのかが分かりますし、私たちも同じ体験ができるからとても嬉しいです。はい、外国人観光客に限ります。僕もよくフランス人と待ち上がられる。初めて聞きました。どうしてこの企画を始めたのかということなんですけれども。